さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。忍者らシーズン4がついに開幕。テーマはウィンターで始めていきましょうか。かっこいいね、なんかヨーロッパ的なね街並みだよね。これすげえ綺麗だな、ね、これが新ステージだよね確かね。そのあたりとかね、もろもろ紹介できたらなと思います。わー、俺は神だったのに。俺、シーズン3ではね、忍者の神に初めて到達してね、レート4500ぐらい目指してたんですけどね、残念ながら4462で終わっちゃいました。まあね、世界ランキング44位ぐらいかな、確か。ね、世界44番目の男でぐらいでした。強い。そして、チームもね、なんとか最終的にね、4000で神なんですけど、そこからね、1000ぐらい増やして、すごいね、5000まで上げたんですけどね、こちらもランクダウンで伝説の忍者まで下がりました。全員伝説の忍者スタートなんですよね。さあそして、お、新しいやつは DJ ゲットです。はい、まあ、おー、これね、忍者のバスもちゃんと買っとかねえとな。おいしい。さてね、ではでは、いや早速ですけど紹介していきましょうか。シーズン4ついにやってきましたね。いや俺本当にね待ってたんだよ、忍者らのアップデートマジ楽しみでね。ね、公式サイトにね、いろいろとアップデートの情報とかが載ってますので、そこをね、紹介しながら、今日の動画撮っていきたいと思います。それではね、まずね、忍者らシーズン4、アップデートでいろいろね、修正も入ったんですよ。今回のアップデート内容的には、プレイフィールの向上を軸にした更新になっているようで、具体的にはね、バトルでの遊びやすさの改善と UI の改善が実装されたようです。あとね、ランクマッチでね、あったね、切断のペナルティとかも強化されていて、今までもね、ランクマッチで突然プチって切ってね、人が揃わなくなってね、バトル始められませんでしたって解散があったんですよ。なのでね、もう切断は良くない、悪ですね。それがね、ようやくなくなることはないと思うんですけどね、ペナルティが強化されたりとか、あとは新ステージ、新武器、そして忍びカードが追加されたりとかですのでね、そのあたりを紹介していきましょうか。まずはね、シーズンのテーマです。シーズン4はウィンター、冬ですね。見て、冬の服、なんかクッキーみたいなやつとか、モコモコした服とか、アイスホッケーの服とかね。そしてね、なんか次、何、名探偵みたいな服とか、鎧とかマジシャンみたいなやつとかね、かっこいいね。そしてなんか、何これ、舞踏会的な、仮面舞踏会に出てそうな怪しげな格好の服だったりとかで、なんかあとは和テイストな服もあったり、わかんねえ死神かな。なんか面白いね、今までとはなんか違うテイストのね服が多いっていう感じですね。それで、新武器についての情報を後でね、もうちょっと細かく見ようと思うんですけど、簡単に言うと、スクラップサーベルっていう武器と、チューイング V っていいのかな、要は表札とエレキギターですね。まあハンマーのような武器でありながら、あとは刀のような武器でもありみたいな、なんか面白い性能のね武器だなというふうに思いました。まあ実際は後でちょっと見ていきましょう。そして、忍者らのね、今回も、シーズンパスとか、あとなんかいろんなね、道中とかで買えるアイテムとかが一部紹介されてるのかな、こんな感じですね。ガムうつせみがね、これなんだろう、このポテトみたいなやつ。なんかわかんないけど、で、クマちゃんとかね、騎士とかバスとか、ね、ステッカーとかね、一本のデコレーションとかも続々と新しいのが追加されます。忍者らは本当にこういった細かい部分のね、デコレーション部分がね、すごく面白いのでね、僕的には最高に好きです。そして次、ステージ。これめっちゃ綺麗じゃねえか。新ステージ、フォートリバーデール。ね、なんて覚えようか。フォートです、フォート。ホリバーです、ホリバー。ね、めちゃくちゃ綺麗。ね、イギリスの街並み、夜の街みたいな。わかんない、でもヨーロッパっぽいその夜の街並みがね、綺麗なとこですね。時計台にね、このなんで脇道それたなんか怪しげな雰囲気の道だったりとかね、こういったところで、戦いが行われます。ここもね面白いステージですので後でちょっと紹介しましょうか。まあ、ざっくり言うとこんな感じです。いかがでしょうかね。まあね、武器も新捨てもね、めっちゃ楽しみだしね、新しいエモートとかも気になるよね、ほんと。で、ちょっとね、話脇道取れるんですけど、皆さんね、忘れちゃいけないことが一個あって、
忍者らパス、皆様前シーズン毎シーズンから、ね、購入してる方はかなり増えたと思うんですけど、これ買っとかないとあのガムとかなくなっちゃうので、忍者ガムね、忍者らパス持ってない、買っていないとガム消費しちゃうんですよね。なのでね、これは必ずね買っておきましょう。その忍者ガムが消費されなくなる。俺も今までね、いつも途中に買ってたんですよ。ね、動画の途中、紹介の途中とかに買ってたんですけど、必ず冒頭で買っとかないと、涙流すことになると思うので、必ずね、忍者らパスはね、毎シーズン買ってた人は、ね、ガム使い、もうなんだろ、忍者ガムをね、ちゃんと使ってる方は、絶対買ってからね、やるようにいたしましょう。丸いいね、丸っていい。いや、これ新しい服ですね、この。狐のマスク、これかっこいいよね。よし、新しい服つけました。天狗のねマスクもつけてますはい、まあこいつはいいものだってとこなんですけど、でも早速ですけど新武器についてちょっと見ていきたいと思います。さあ新武器こちらですね。刀に部類するところにあるのかな、刀に部類するところ、スクラップサーベル、こちらですね。箱型の壁を作り出せるガムウェポン、中距離が得意で相手を引き寄せるワイドアタックは追撃に有利だ。ワイドアタックが引き寄せるんだね。で、詳細見ていきましょうか。ガムレーザーね、ポップアイについてたやつですね。で、忍びディスコ、新しい新ガム忍術、そして新スペシャルがフロッグブロック、カエルの箱ですね。自分の目の前に狙った場所に、箱型の壁を出現させる。で、アビリティが相手を倒すことにスペシャルの威力が上がって、アンストッパブル、これがね、ダイブ記事にスペシャル発動時に体力が回復するっていう面白性能ですね。よし、じゃあちょっと使ってみましょうか。さて、行きましょうか。これが新武器だ、スクラップサーベル、表札ですね。スタイリッシュでいいですね。ちょっと見てみましょうか。ノーマルアタック。えい、いや、あと、デイ、ね、ハンマーみたいな動きですね、これ。ハンマーみたいな動き。ね、ドローン壊すのもね、ノーマルアタックは。いやーってね、3発で壊せる感じですね。ハンマーより威力低いかな。次、バックアタック見てみましょうか。うわ、やっぱこれ刀だ、刀だハンマーだけど刀みたいなね、いい感じなのかな。あ、これ間違った、ワイドアタックしちゃったね。まあ、こんな感じかな。ワイドアタック、待ってね、もう一回ワイド、はい、ワイド、あ、2発で壊せる。めちゃくちゃ威力高いな、これ。ワイドアタックにじゃなくて、バックアタック2回でね、見た、これ。はい、ヒョン、はい、ヒョン、早くね、壊すの。さあ、次、ワイドアタック見てみましょうか。これが引き寄せる効果がある。あー、なんか確かに敵が、ヒョワーンってなんか、引き寄ってるのわかる、これ。ヒョワーってね、はい、ヒョワーって。これも威力的にはね、多分3発分かな、これは。でも範囲が広いな、見た目より。ね、どれぐらいだろう、範囲。あー、これ届く。あ、これ見て、吹っ飛んだのにこっち側に寄ってくる。だから寄ってきた相手を、こうやって、こう、つなげてやっつけるみたいな感じかな。なるほどね、面白いね。で、次、ブレイクアタックです、これが。ブレイクアタック、下からグワーっていく感じで、追撃も結構あるね、これ。ヒュワーってね。なかなかいいね、これ。はい。ブレイク。ブレイクも入れやすそうな性能ですね、これは。さあ次です。ガムレーザー見ていきましょうか。ガムレーザー。まあ、ガムレーザーはもう昔からね。なんか今までバインドーってなって。今までなかったぞ、右に。バインドーマークが出る。バインドーバインドしたのが分かりやすくなった。マジか。ねえ。バインドー一本、うわ、これはいい。いつの間に、これも多分後でアップデートのね、情報を見るときに出てくるっていうか分かるんでしょうね。書いてるんでしょう。こういうのもなんか細かく UI が変わってるってそういうことか。そしてね、大本命、スペシャル見ましょうか。ブロックを出す。わー、見て、これはカエル。フロックブロック。まあ、忍者といえばカエルだからね。で、これ置いて、すごく、この壁に張り付いたりとか。できるわけですね、これ。すごいね。ちょっと一旦クールタイムなしにしますね、これ。スペシャルのクールタイム、ここでなしにすると無限に打てるんですよね、こうやって。ペイって出して。ほうほうほう。俺、気になるのはね、空中で出せるかどうか。あ、空中で出せる！これ、すごいな。ほら、無限に空中に入れれば、クールタイムとかの時間の関係上ね、ずっと置くのは無理かもしれないんだけど、ちょっと面白い使い方できそうだよね、これ。ね、上からーみたいな。
ね、面白そう。で、今のがね、Y ボタン押しただけなんですけど、これを例えば、横に入れながら、バックアタックのように打つと。あー、なんか形が違うな。平べったい。で、敵のところに行ったね、今。敵のところに。Y ボタンそのまま押すとね、目の前に決まったところに置くっぽいんですけど、これを、レバー横入れにすると、敵の位置にドーンって出す。ダメージは安そうですね、これ意外と。へい。こうやって。こんな連発できないですよ、本当は。クールタイムあるので、本当は。まあでも大体こうやって敵の狙ったところに飛ばすってことができるっていうのは面白いんだよね。見て、ドローンの位置も動いた。ドローンの位置も動いた。なんかね、これ あのスペシャルの使い方に関してね、あったら教えてください。まあ空中でね、やっぱ使ったりとかね、使い方としても多分マジで難しいと思うんだけど、なんか一発殴って、バインドミスター。まあうまくね、やるとしても本当にバインドしてさ、敵をバインドして、壁出して、壁にぶつけて、ね、敵を叩くとか、多分そういう使い方ぐらいかなと思っておりますので、まあ本当にね、壁を置いて、壁コンっていう壁に叩きつけるコンボみたいにあるんですよ、今日は。壁に叩きつけられた敵は何もできなくなるので、ねえ、そういった使い方ぐらいしかちょっと僕は思いつかないかなって感じですね。まあ、新しいやつ見てみましょうか。新カム忍術。ヘイディスコーイエーイ乗ってけーあー、効果時間こんな感じか。ちょ、もう一回使ってみますね。イエーイ乗ってけーで、一発殴ったらどうなんだろう。一発殴ったら解除される感じか。ねえ、ダウンしてても特に継続。そのまま。よいしょ。わあ、これは難しいなあ、でも待って、今一本になったよね。ってことは、ガム忍術で踊ってる相手を、例えばこうやって踊ってる相手がいたら、このまま殴って倒すだけで一本になるってことだね。なるほどね。でも、普通にね、S バースト測れたりとかしそうだから、まあ結構使い勝手はね、難しいのかなと思います。結構使われないかもな、もしかしたら。もう一個の武器も見てみましょうか。さあ、もう一個の武器がこちらです。ギターでーす。ピックでかいね。ね、エレキギターのチューイングブーイ。同じ感じですね。性能見てみましょうか。ね、違うのがガムランチャーっていう最強のガムシュート。ガムランチャー。そしてね、ガム忍術が貫通ミキサーですね。意外と使い勝手が良さそうだ。はい、では行きましょうか。こちらです。まあ、違いが本当にね、ガムシュートが、すごく強いっていうところぐらいですかね。あとね、まあ、貫通ミキサーなんでね。貫通ミキサーってなんか右下のやつ、あんなアイコンだったっけ俺、貫通ミキサーあんま使わねえから知らねえんだけど。さあ、大武器しました。多分この武器は普通に強いと思うので、こうやってね。よーし。来た。まあ、一発当ててからガムシュートして、バインドしてみたいな感じで使うのかな。でもね、やっぱ使ってて思うのがね、殴り攻撃全部がね、吹っ飛ばし判定なんですよね。なんでね、具体的にどういうことかっていうと、なんか一発殴ってさ、バインドした後、今失敗しましたけど、バインドしないけど、バインドした後に、ね、一発で吹き飛んでね、バインドが解除されちゃうんですよね。なのでやっぱね、ちょっとこの武器は、難しいと思います。ただね、強いのは確かです。性能的にはね、普通の武器に比べてもね、めちゃくちゃ高いと思うので、ね、BA の火力高えしなぁ。ウェーイってね、無理やり叩き潰すみたいな使い方ができると思いまーす。で、貫通がね、やっぱいいよね、貫通ミキサー。貫通ミキサーね、こうやってね、ちゃんとね、貫通はね、練習しないとね、マジでドローン壊したりとかできないので、しっかり練習しときましょう。まあ、おすすめとしては僕はこっち側の武器の方がおすすめですね。よいしょ、エレキギターの方が。やっぱガムランチャーがね、何よりも強すぎるので、ね、おすすめです。そして次はね、せっかくなんで、ね、新しいステージ見ちゃいましょうか。ホートリバーデール歴史ある街並みと大きなガム工場。ちょっと探索してみようと思います。まあ、軽くだけ見ましょうか。細かくはね、またいずれ見ていきましょう。はい、到着。おーうわーうわーうわー綺麗だね、うわーやべーめっちゃ綺麗じゃん、ここ。たっ高低差やばっ。さあ、このステージの特徴としては、ギミックが何個かあるんですよね。有名なところとギミックというと、なんかこのドアみたいなのがあるんですけど、ここ入ると別のところにワープします。多分これ最下層かな。わあ、ほら、あの上から下までね、一瞬でワープしてきたりとか、
ね、すごいね、ほらこれなんか狭いなここ狭いな。おお、ガチャガチャだ、ガチャガチャがある。ねえ、忍び、エナジー多くねここで。もう一個ね、特徴的なギミックとしてあった、これだよ、ガチャガチャシステムって言って、これ踏むとね、なんか出てくるんだよ。あれ爆弾かな、多分爆弾出てくるよーっていう、ほらあれかな、あーったー爆弾、あ、ガチャ一定時間なんだね。ね、さあこれワープゾーン、あ、ワープゾーンでこれ多分反対側かな。ね、ガチャは多分2個あると思います。待って、出た爆弾、爆弾、うわーね、ガチャはほらあそこだね、こっちとね、こっち2種類あるのかな。ね、高さはすごいけど横幅は結構狭いのかもね。さあ次、どん、あ、なんか叩くたびに上のゲージ吹いてるの分かる、みんな今これなんだろう、へい、取ってみました。あー、今左下の忍びエナジーが1個増えましたね、ゲージが、ゲージが1増え、なるほどね、ガチャ面白いねこれ、ガチャ、うん、やるたびに上のゲージ増えてくね、爆弾出やすいね結構、わーちょっとあの上のゲージマックスまでやってみようぜ、あれ何が起こるんだろう。さあこれでゲージマックスなるかな、こっち、ドドドン、ん、上ゲージマックスなったけど、へい、大当たり準備中のガチャがある、あーなるほど、待て、これマックスなったら大当たりになるみたいなやつか、オッケーオッケー。さあ大当たり見てみましょうか、何が出るんだろう大当たりって。ねえ、ガチャガチャシステム、こっち、大当たり準備完了、ガチャ目指せ、虹色のガチャだ、へい、取っていいですか、へい、ジャッジメントガムゲット、相手に大ダメージ、相手あそこ上、うわー、なんか今半分くらいダメージ食らってる、今見た、この子、ちょっと待って、もう一個あるんで、こっち2箇所あるから、こっち側でも見てみよう、あそこにいる子がどうなっちゃうのか。あ、ピカピカしてドーンほらこれもしかしたらバトルロイヤルで全プレイヤーに対してジャッジメント行われるのかな、面白えな。よし、まあ細かい紹介に関してはね、またステージの動画撮ろうと思うので、泥の位置とかはね、そちらでお会いしましょう。まあとりあえず簡単、今回は簡単な説明ってことで、さて、じゃあ次は公式サイトのやつ見ていきましょうかね。さっきもあったんですけど、切断ペナルティの強化です。で、前回はね、切断ペナルティがね、なんか10分から30分に増えましたみたいな話はね、なんか忍者 TV の公式でね、なんか喋ってたと思うんですけど、今回はさらに、強化しますっていうのは書いてるんですけど、どう強化されたっていうのが分かりません。僕切断ね、したことないので、そのペナルティ出たことないんで分からないんですよ当然なんですけどね、まあ皆さんやらないようにしましょう、もうアカウント消されるかもしれないのでね。さあ次ですね、レート移行時のレート計算に、あ、シーズン移行時のレート計算について、シーズン3のレート上限の引き上げに合わせて、シーズン4からは開始時のレートがなんか以下のように見直されてますという風にね、出てます。バーン、ね、分かりづらい。まあ、とりあえず、2300以下の方は2300のまま、2300超えた方は、まあ、調整されて、ほどほどになりましたよって感じです。まあ、僕もね、レート、いくつだっけ、あ、そう、3300と、3600ぐらいに下がっちゃいましたので、結構下がってるね、ほんと。まあまあ、特に気にしなくてもいいでしょう。まあ、すぐ神目指せる地位、場所ですので、まあ、バトルはちょっとしんどいかもしれないけどね。まあ、今シーズンもね、神目指して頑張ろうと思います。さあ、そして次ですね、ランクマッチの調整、マジでこれどう、あ、マジか、レート計算の見直しがあるみたいですね。今までね、シーズン3はなんかレート上がりやすかったんですよ。で、神めっちゃ多かったんですよ。まあ僕も神になれたんですけど、なので、ね、今シーズンはちょっとね、上昇値と下降値を抑える調整が入ったみたいです。まあ気軽にね、ランクマッチできるようになりますよってことですね。なので皆さんぜひともね、頑張ってみてください。俺もちょっと気軽に新武器とか持ってね、行こうと思います。はい、次、バトルの遊びやすさの改善、あ、これめっちゃいいぞ。まず1つ目、バトル開始までのロード時間の短縮、まあ、これありがてえ、ありがとう忍者ら。いや、今までもね、ちょっとね、パズドラの広告消しましたみたいなね、アップデートがあったんですけど、あれが終わったらめちゃくちゃ早くなったんですよ、ゲーム開始まで。だけどそれがさらに短くなるってことはね、多分神になりましたね忍者ら。でシーズン、ね、3の終わりとかめちゃくちゃね、マッチング早くてね、助かってたんですけど、
そのあたりが改善されたってことは、あのマジでありがとうニンジャラって感じです。さあ次行きましょうか。バトル中のカメラ挙動を全般的に見直し遊びやすくしました。これはどうなんだろうね、いずれちょっと分かってくるでしょうかね。試してみましょうか。なんか分かったらね、感想動画撮ります。さあ次、すぐにバトルや忍者らバトルにおいてロビーに入った段階で遊ぶステージが分かるようになりました。あー、今まで忍者らってね、バトルの時ねずっと上のステージがハテナハテナハテナで、どこのステージが選ばれるかは始まるまで分からなかったんですよ。だけど今度からはロビーの段階で分かるってことなので、ロビーでステージに応じた武器の変更とかができるようになるってことなんですよ。神ありがとうありがとう。はい、で、次、スマホメニューでヒダメージを分かりやすく表示するオプションを追加しました。何それ。さあこれオプションですね。オプションのね、バトル設定ここですね。あららららららら、らヒダメージ表示オンにしとこう何が変わるんでしょうねこれ。ちょ殴ってこいよ俺を。ああ、待って、なんか周りになんか出てる、モヤが、モヤが出てるピンクのモヤが出るようになった。なるほどね。で次がガムバインドした時に UI を表示して分かりやすくなるようになりました。これあれだね、バインドってなんか出たやつだね。あれいいよね。ね、分かりやすい。バインドって意外と分かりづらいからね、何がバインドかって。で次ですね、行きましょうか。 UI の改善です。ドーンと。まあこれはね、いろいろとバーッと見てもらうといいんですけど、この中で一番気になるのが、感染者がルームのホストになれるように変更しました。これ多分ね、忍者ら公式の事情だろうな大会の時とか大変そうだもんね、あれ。だから主催者が部屋作ってみんな入ってきて、ほれ戦えってできるようになったってことだよね。これ面白いね。で感染機能のカメラの切り替えショートカットを追加。これちょっとどっかで練習しとかないとな。俺いつもなんかどこでも感染モードのやつね、はい大々楽君よろしくってされるからちょっとこれ練習しとかなあかんわ、どっかで。さあ次ですね、新要素、忍者らコレクションカードをスマホメニューに追加しました。1月9日に発売される忍者らのねコレクションカードっていうのがあるんですけど、これのやつですね。ほんとカード読み込み、カード入力っていうね、これね1月9日発売で、僕もあのワンボックス買ったので、いずれ動画出しますのでお楽しみに。さあそして次ですよ、やってまいりました、ガムウェポンの調整が入りました。だってやばい今回の調整ね、えどうなっちゃうのかずっと気になったんですけど、まさかこの調整になるとはって感じですね。さあ見ていきましょうか。まず1つ目、忍者ヨーヨー、そしてシドビスピナー、ねえこれが爆強化されました。いやかなりヨーヨー強くなったと思うよ。まずノーマルアタックのダメージを増やして発生を早くしましたっていう、早くないちょっと待ってこれバックアタック、ノーマルアタック早くして、ノーマルアタック4段目のダメージを増やしました。だから1、2、3、4、ね、でもやっぱこれ壊せないんだねここは。で、バックアタック、バックアタックがこれだね、ドーンって速ダウン値を減らしましたよ。でドーンいやめっちゃ速くなったなこのヨーヨー、すげえなー。ヨーヨーって結構ね、こうやってね、あのジャンプしてからね、バックアタックをね、ドローンに向かって撃ってドローン壊すんですけど、これもなんかちょっと気持ち早くなった気がしますね。こうやってよくドローン壊すんですけど、いいですねー。で次本命ですよ、ヨーヨーリープ、射出早っ、ちょっと待って早い、待って、これシーズン1が帰ってくる、やばい。シーズン1はこのね、ヨーヨーリープが大暴れしてたんですけど、これがやばいくらい強くなってるぞどうなっちゃうんだこれは、早いぞマジで。今回はね、ちょっともしかしたらヨーヨーが暴れるシーズンになるかもしれないですね。さあ次ですよね、メロンアラモードと、トリックボール、これがね弱体化入りました。ビヨンドザガム、うんちにする技ですね。あれクールタイムめっちゃ短かったんですよ。だけどね、それがねめちゃくちゃ長くなるのか、ちょっとだけ伸びたのかな。でアビリティでリラックスタイムっていうやつがあって、一定時間ダメージを受けてないとクールタイムが早くなります、あ、なりますっていうね、そのアビリティがあったんですよ。これですね。
右のとこですね。リラックスタイム、一定時間受けてないとき、スペシャルのクールタイムが回復するね。ビヨンドザカム、これクールタイムただでさえ短いのに、このリラックスタイムの効果でもうもっともっと短くなるみたいな感じで、めちゃめちゃ暴れてたんですよね。だけどそれがね、ちょっとだけクールタイム伸びたって形で、両方弱体から食らって。ただボールあんま使わないので、僕ね、伸びたとかがわからないので、言葉だけの説明で割愛させていただきます。さあ次ですね、カットビサーブ、忍者カリバー、大幅強化です。おめでとう。ぶっ飛びウェーブっていうね、スペシャル技があるんですけど、周囲を攻撃した後波に乗って突進攻撃するってやつ。これ強いんですよね。うざいんですよね。でこれが、クールタイムを短くなって、使いやすくしました。だって、まあ、移動とね攻撃いろんな使い方があるからみたいな理由らしいんですけど、まあ、普通に強いですこれ。でわー、これもやばいんですけど、もっとやばい調整が入ってて、ちょっとね順番前後するんですけど、毒毒ポイズン、これ強化されたんですよ、このカットビサーフのね、やつ。そしてね、これも順番前後するんですけど、ガムゴースト、これもねバカみたいに強化されたんですよね。まあ、あの毒毒ポイズンはダメージがねかなり増えて、毒の中での移動速度が下がって敵をやっつけやすくなったんですよね。なのでめちゃくちゃ強くなりました。そしてガムゴースト、これがやばいんですよ。もうやばいんですよ、とりあえず。まあこれがね、今まで当たってね S エナジーを消費させるだけのね弾だったんですけど、これが敵にひるみが入るプラスガムダメージも入るようになったんですよ。なのでめちゃくちゃ強くなりました。サーフに関してはね、僕あまり使ってないのでね、これ使い方もよく分かってないんですけど、ね、クールタイムが、あーでも確かにクールタイム結構短いな。ね、もう結構溜まってる。で、一番やばいのはこのガムゴーストですね、ガムゴースト。へい。で、まあ、今変なとこ当たったんですけど、元よりね、クールタイム結構短いのに、ひゅいってね。あ、ひるんでる。あ、でもガムダメージも普通に入ってんな。あ、うつせみとガムゴーストで。え、バインドするのやばいな、それは。うつせみガムゴーストでしょ。ガムランチャーみたいな使い方ができるってことでしょ、要はこれ。ねえ。なかなか良いじゃん、それ。ねえ、俺コンボがわからん。一本素晴らしい。ゴーストもね、一応、ガムが大きくなれば、ゴーストでかくなって、ねえ、ガムダメージもめちゃめちゃ、でかくなるので、バインドしやすくなるの。てか、普通にガムランチャーと同じぐらいバインドするよね、ほんと。すげえな。今ね、横取りハイエナついてるんですけど、横取りハイエナ状態でね、やってみましょうか。ダメージ食らってる相手に対してガムダメージ量アップ。一発バインド！はい！壊れ武器来ましたね、これは。強いぞ、これ。絶対強いぞ、これ。さあ、毒毒を見ておきましょうか。毒毒。うわー、ダメージの減りやばいな。これしかもね、このね毒毒ポイズンのねいいところってね、何があるかっていうと、1試合でね4回ぐらい使えるんですよ、これクールタイムというかロードが短いから。本当になのでね、密集地点とかで使うとね、かなりねいい性能を出すと思います。へい。どの壊し方はわからない。さあ次です。藤山ロケット。これがね、ダメージが増えて、かつ、ロケットのスピードが上がりましたです。ちょっと見てみましょうか。ね、ロケット。比較はないんですけど。行くぜ。くらえ藤山ドン。あー、気持ちちょっと速くなったかな。あー、でもダメージはでかくなったな。今までカス当たりとかもあったんですけど、カス当たりした相手に対してもね、割と殺傷力が出る感じでしょうか。ね、へい。うん、やっぱ速くなってるね、かなり。いいね、いいね、いいね。ほら。さあ、次ですね。イエグリシャーク。発音に必要な忍術ダメージ、忍術ゲージ量を減らして、巻物を設置してから消えるまでの時間を伸ばしました。これはね、まあ、しゃあないと思う。ポップアイって結構使い手少ないんですけど、で、サメのね、巻物置いてもすぐ消えちゃうんですよ。だけど、これが伸びたらしいです。もう使い手じゃないので、体感はわかりません。すいません。そして次、ガムサーチャー。これね、なんか、メロアラモード使いの方々が喜んでるんですけど、かなりね、相手にホーミングするようになったらしいです。ね、もうガムランチャーぐらい、ガムサーチャーがくっついていくらしくて、結構うざいと思います、これは。
ね、具体的なちょっと漢字はね、僕サーチ扱いじゃないので分かりません。で、次ヤバいやつがもう一個、さあジャイアントキリング、これがね修正されちゃったわけなんですけど、まあこれあれ実際そうだったじゃんと思った方いると思うんですけどね、一度効果が発動するとリスポーンするまで効果が発動しなくなりましたってやつ。まあこれ実際一人、今までは一人につき一回できたんですよなんでで、それが一回ポッキリになったって感じかな。ジャイアントキリング、まあ強すぎたカードだったんでね、これは修正納得ですが、だがしかしおかしい、ね、ジャイアントキリングはね、追加のアシストコードが強いんですよ。これだいぶき作った相手を倒すとライフが回復するっていうのがあるので、まあ結局強さはあまり変わらないかなっていう感じだと思います。でもね、最終的にはどうなるかは分かりません。ね、ジャイアントキリング外す人もね、今シーズン新しい忍びカード出てくるのでね、出てくるでしょう。さああとね、次のアップデート内容がこれかな、不具合の修正です。なんかいろいろ修正されましたです。まあ、具体的にね、うつせみのうつせみ変化あるじゃないですか。これをね置いて総裁が発動するとうつせみが爆発して総裁キャンセルとかが今まであったんですよ。それもね、なんか治ってるのかな多分。そしてあとね、じゃんけんガードっていうね、僕も大嫌いだったんですけどあのね、なんだ、総裁一本刀限定で総裁で勝ったのに、勝ったけどガードされるみたいなね、バグがあったんですよ今まで。それもね修正されたようです。よかった、あれ直ってくれてありがとう。てな感じでしょうか。さあ一応ね、新カードを見ておきましょうか。新カード、クイックリスポーン、そして欲張りエナジー。まあ、今回ちょっと軽くだけ説明にしときますが、倒されても3回までライフが少ない状態でその場でリスポーンできるっていうね一まで少ない状態でね、復活できる。だから突然相手が倒したのに生きてんじゃーっていう展開になっちゃうってことかな。あれびっくりするよね絶対これ。でリスポーンすると移動時間が、移動速度が上がる、で、回復量が上がる、忍術ゲージがアップするみたいな、ちょっと面白いですよねこれも。忍術いっぱい使えたりとか。そして次こちらですね、欲張りエナジー、これも面白いよね。新ステージがすっげー忍びエナジーあるから、忍びエナジー取ったら回復する、一定時間移動速度が上がる、忍術ゲージが上がる、忍術ゲージ上がるもやばいなこれ面白いな、めちゃめちゃ。忍びエナジーの弾を取った時のね、争いがもしかしたら激化するかもしれないですけど、コストが高いね、思ったよりちょっと難しいかもねこれは。はい、というわけでこんなとこです。ちょっと最後の方は駆け足で申し訳ございませんが、新シーズン、シーズン4がついに始まります。皆様、アップデート内容がたくさん盛りだくさん、新武器もあって、新ステージもあって、新カードもいっぱいありますので、自分だけのね、また新しいシーズンの自分だけのメイン武器を決めてバトル頑張ってください。俺とマッチングしたらよろしくな。というわけで今回ここまでにしましょうか。次回もまだまだ忍者らの動画出していきますので、引き続きよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あっぱよ。